昆虫軍代表、日本肉食昆虫界の最終兵器、マイマイカブリ。星野さん珍しいですね、選手ですね。ねえ、あのカタツムリ以外でもね、果たして襲いかかるのかっていうところ注目ですけどね。そうですね。毒虫軍代表、サソリ界の皇帝、大王サソリ。存在感ですね。はい、もうおなじみのサソリ界の本当に帝王というか大王というか、はいはい、もうエース級ですね。文句なしの不気味さです。はい、これはねちょっと体格差がすごいですね。すごいですね。ハサミぐらいですね、マイマイカブリの大きさが。本当ですね。あのね、これ大王サソリの中でも大きいんですよ、はい、なるほど。特に大きいんですよ。そうですさあどんな戦いを見せるのか。おお、これは体格差すごいですね。今なんかちょっと腕がかゆいとばかりにね、はい、勝負になるんでしょうか。なんか簡単にもう料理をされてしまった。あっと早くも捕まってしまったか。あ、もうなんかはい、ちょっとあああれでもうなんかあら、もうちょっと神経が切れちゃったみたいな。そうですね。あ、もうヨロヨロとした状態ですが、はい、もうはい、ああ一ハサミごとが軽い力でも、そうですね、マイマイカブリにとっては致命傷なんでしょうね。これはヘビー級とフライ級ぐらいの、ああもう振り回されてま す、ね、振り回されてます。あらあら、もうちょっと体液というか、あもうみ、あこれはもうはい、はい、ちょっと泡も吹いてもう悶絶してますね。完全に破壊されてます、はい、これ結構ガスを発見出す虫なんで、臭い、臭くないんでしょうかね。なるほど。サソリは、あでも美味しそうに食べてますね。そうですね。はい。はい、じっくりと。ああもうちょっとひどいですね。これは見るに耐えない。もう毒針は必要ないんじゃないでしょうかね。そうですね。ここまで来たら。全く必要ないでしょう。ああもう口だけで、口だけで噛んでますもん。はい。ハサミは使ってません。じっくりともうお食事の時間になってしまいました。うわ、ちょっとエグい画像ですね。ちょっとかわいそうだったか。チューインガムみたいに。マイマイカブリ戦闘不能。はい、戦いがね注目だったんですが、はい、一方的凄惨ですね。そうですね。あもう何もできませんでした。はい、はい、チューインガムのように食べられちゃいましたね。ちょっと体の差がありすぎましたね。はい、ただいまの試合、毒虫軍の勝利。